ブラックロシアンテリアはロシアの犬種であり、堅牢で頼りになる仕事犬として知られています。特徴、外見。ブラックロシアンテリアは大きくて力強い体格を持ち、一般的には全身が黒い毛で覆われています。その毛質は適度な長さで、硬めの外毛と柔らかい内毛からなり、防水効果を持っています。体格、体高はオスで70-78cm、メスで66-74cm 程度で、体重はオスで45-68kg、メスで36-59kg 程度です。顔、筋肉質で力強い顔つきをしており、中程度の大きさの耳と比較的短い尾を持っています。歴史、ブラックロシアンテリアは20世紀半ばのソビエト連邦で開発された犬種です。この犬種は複数の大型犬種、ロットワイラー、ジャーマンシェパード、アイリッシュウルフハウンドなどを交配して、堅牢で頼りになる作業犬を生み出すことを目指して作出されました。主な用途は警備や守衛、輸送、捜索救助などで、その多様な能力から多くの分野で活躍しています。性格、忠実で勇敢な性格を持ち、家族に対しては非常に愛情深い一方、警戒心も強いです。良好な社会化が必要です。知識欲が旺盛で、訓練の際には知的で従順な一面を見せます。適切なトレーニングとリーダーシップが必要です。他の犬やペットとの相性は個体差がありますが、適切な社会化と訓練を受ければ共存が可能です。お手入れ、毛が長いため定期的なブラッシングが必要です。特に抜け毛の多い季節には頻繁なケアが必要です。耳や爪、歯の手入れも忘れずに行いましょう。運動量が多く、十分な運動と刺激を提供することが健康維持に重要です。まとめ、ブラックロシアンテリアは堅牢で頼りになる仕事犬として開発されたロシアの犬種です。その忠実で勇敢な性格と知識欲の高さ、適切なトレーニングによって優れたコンパニオンとなり得ます。ただし、毛のお手入れや適切な運動を提供することが必要です。